アマテラス皇大臣太陽神は太陽を信仰の対象とみなし神格化したもの。アテンを崇拝するファラオアメンホテプ4世と彼の家族エジプト神話の太陽神ラーギリシア神話の太陽神へリオス古代より世界各地で太陽は崇められ崇拝と伝承は信仰を形成した。太陽神といえばギリシア神話やエジプト神話に登場するオガミが 想像されるが、ブライアン・ブランストンをはじめとする神話学者の中には、太陽神は、おミよりも女神の方が主流であると論ずる向きがある。おミが、ギリシア神話やエジプト神話などの著名な神話に登場することが原因となり、太陽神イコールおミという解釈が生まれたというので、ある。太陽イコール男イコールこと、ガツイコール女イコール闇の二元性は、 オルペウス教やグノーシス主義の思想を源とするヨーロッパ地方の説話に少なからず見受けられるが例外として太陽が女神で月が女神となっている北欧神話、バルト神話の存在は注目に値するものである。日本神話のアマテラスオオミ神も一般に太陽神、女神とされるが太陽なす月神の月よみ命は性別が明らかでない。 ただしアマテラスオーミカについては、オガミとする説がある。太陽崇拝は、単一神教から始まり唯一神教に終わるとされる。古代エジプト第十八王朝のアメンホテップ四世は、伝統的な太陽神アメンを中心とした多神崇拝を廃止し、イニシエの太陽神アテンの一神崇拝を行った。太陽神の乗り物としては、古代エジプトにおいては空を海に見立てた。 太陽の船やインドヨーロッパ五族圏では空を大地に見立てた日輪の戦車がある。メソポタミア神話のシャマッシュは青銅器時代の間重要な役割を果たす。南アメリカにはインカ神話のインテを代表とする強い太陽崇拝があった。太陽の消失は世界の太陽神話共通のテーマとなっている。 夜になると太陽が姿を消すこと、冬になると日照時間が短くなること、日食などといった太陽にまつわる自然現象を説明するのに一役買っている。他の多くの文化と異なり、中国では太陽や月を深刻化して崇拝することはない。その最もな理由としては、月を、影、太陽を日とみなす中国の文化における道教と液教の強い、 影響力にあると思われる。中国神話によると、はじめじの太陽が天にあった。世界は非常に暑かったので、大地には何も生えなかった。そこで、光芸という弓の達人が9つの太陽を居落とし、現在に至るという。別の伝承では、日食は天の狼が太陽を食べることで引き起こされるとされ、日食の間、鍋や釜を叩いてこの、 狼を追い払う習慣が中国にあった。スーリアは、インド神話に伝わる、太陽神、ソーラーディエティの意味英和辞典、ウェブリオ辞書、サンゴット、サンゴッテスの表現も見られる。太陽神の英訳エジロオンザウェブ、歩く。ありがとうございます。